西口勲は日本の政治家、第四代和歌山県高専知事として2期を務めた。1926年12月1日、和歌山県西室郡場、早村で生まれる、旧生田鍋商業学校の大きな原動力となり、貧弱であった山間部の道路を整備したことも非常に有効であった。しかし、2000年7月13日に健康上の 問題から2期目の途中での辞職となった。官僚の転身などによる戸沢知事が多い上、学歴振興も強い和歌山県において、高卒でトップに上り詰めた異色の存在であった。2014年5月9日午後6時17分、急性呼吸不全のため、和歌山市内の病院で死去。87歳没、没日付で14位。ありがとうございます。